皆さんこんにちは、ビーマンドットエグゼの野呂です。 YouTube チャンネル始めます。今日はですね、4月1日にオープンしましたリハテラス北山田からお家でトレーニングをご紹介したいなと思います。ビーマンドットエグゼも入ってますし、通販事業部の音楽も入っています。こちらが店頭販売ヘルスケア事業部の商品だったり、ビーマンドットエグゼのチームグッズなどなどが置いてあります。僕のユニフォーム、僕のユニフォーム、これまあいろんなのを飾る予定となっております。ではちょっと一周してみましょう。かわいいでしょ。まあ、リハテラス北山田の入り口は向こうになります。介護保険が使えるリハビリフィットネス、ガラス張りなんで酸素ボックスも見えますね。ここにもビーフバー、赤だからすごく目立ちます。で、実際の入り口はこちらになります。では実際に入ってみましょう。利用者様が利用する時間が午前中は9時から12時5分、午後が13時半から16時35分となります。それ以降は選手もトレーニングであったり、シーズン中であるとあのビジョンがあるんで、例えば自分たちの試合を見ながら反省会だったり、チームミーティングだったりしているかもしれませんね。実際にこちらが使用するマシンとなります。ちょっと見てみますか。こちらが利用者様が使用するマシン器具となります。バイクもあります。では実際にお家でできる簡単なボールの使ったハンドリングトレーニングをご紹介したいと思います。最初に頭の周りを回します。これを10回終わったら反対周りを10回、終わったらお腹の周りを10回、終わったら反対を10回、次は足の周りを10回、終わったら反対周りで10回。これ子どもたちがやるときに何か意識するポイントありますか？ポイントはできれば早く回す。お家でやってるのでね、うん、落としちゃダメですからそれに気をつけてみてください次は連続で回してみてください。これが10周終わったら次は反対回りをやってみてください。目線は前ですね。前ですね。僕はカメラ目線で。次は足の周りを回します。これ10回ぐらい終わったら次反対。終わったら次反対回し。終わればこっちは反対回し。これもやっぱり回すとき膝は曲げた方がいいんですよね。そうですね、姿勢を意識しながら突っ立ってやるのだと意味ないので、しっかり膝を曲げて、これができるようになったら次は8の字、
るようになったら、次は後ろから反対回し。次は指先のハンドリングの練習です。指先の上にボールを置いて、ボールをできるなら50回ぐらいやってみてください。まあ別に回数は制限しないんで、自分ができる回数を設定してみてください。でポイントとしては頭の上で指で弾いてください。ボールをなるべく見ない方がいいかな。でできるようになったら、だんだん上下、頭の上から下はいけるとこまでいきましょう。いけるとこまで曲げて手だけ下とか、手下、そうそうそう。おお、難しい。まあこういう風に指先でボールを扱う、まあトレーニングですよね、ハンドリングと指先のね、強化をしていく、いけると思いますね。これあれですよね、リバウンド時とか大事ですよね。こうやってね、ボールを弾いて持ってくるの動きに重要になってきます。突き指防止にも、あ、なるか、なると夏はい、以上、自宅でできる簡単なボールハンドリングをご紹介しました。皆さんぜひやってみてください。いつも